ターフロンティアへようこそ。本日ご紹介するギターはこちら、ケイヤエリの RF-SE80 です。カメラさん久しぶりですね。お久しぶりです。 OL さん忙しい？そんなことないです。大丈夫。今日珍しいね、この時間に。今日ハンドンだって。そういうのあるんだね、今も。そういうのもあります。たまにね、うん。さあ今日どうですか、このギター。どう、これ小ぶりで抱えやすいでしょ。だいぶ、ね、今電気通しますけど、ちょっと弾いてみ、久しぶりに。いや、弾いてるギター。あ、弾いた。じゃ弾いてみ。はいはい、うん、弾いてませんね、一人ちゃんと練習しよう。はい、それじゃあこの後は店長のギター紹介動画、うん、お楽しみください。はい、ギターフロンティアようこそ。そういったわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。さあ今日はですね、前回、新入荷情報でちらっと紹介したんですけども、意外と問い合わせ多かったんですが、なんせ傷がほらちょっとあるんで、ちゃんとした動画を撮ってくれというご要望で、今日はこのギターをご紹介いたします。今日は久しぶりにですね、カメラさんは B さんです。 B さんよろしく。よろしくお願いします。多分声入ってないと思うね、そこだとね。まあいいです。で今日ね、まずこのケイヤエリ人気のこの RF シリーズなんですけど、80で、これね割と初期型らしいんですけども、RF-SE ってつくんですよ。 SE ね、これエレクトリックの E だよね。エレアコ仕様になってる。でこれケイヤエリのプリアンプで、これ変わっててね、こっちにもボリュームあるんだけど、ここにもボリュームがあって、ここバランスなんだよね。2系統あるらしい。で9ボルトの電池2箇所に2本いるんだよね。結構凝ったやつですね。さあそう言ってもですね、問題のこの傷とかあるので、まずはこちらのカメラで傷なんかの確認をしてみてください。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。でまずはね、ここですよね。まずボディトップの傷、このサウンドホール周りが結構こう塗装剥げちゃってる。がっつりピックで入れますね、これね。この方はきっと長渕ファンなんですね、きっとね。そういった激しいストロークをしてたんでしょう。でもね、このここのとこ以外はね、綺麗なんでしょう。ほら、サウンドホール周り、そのピック傷以外は大事に使ってたみたいですね。さあこのサドルがね、独特ですよね。全部独立してるんですよ、ほら。さあそしてフレットの方を見ていきましょう。フレットはね綺麗で、残りはそうですね、7割ぐらいは十分残ってるって感じでしょうかね。さあそしてこのケイヤエリといえばこのエンジェルマーク、ね、これが人気ですよね。はい、さあそして後ろちょっとペグの方も見てみましょうか。はい、こんな感じで、ピント合ってますでしょうか。ケイヤエリのロゴが入ってるペグですね。ゴールドのペグです。若干ゴールドはね、やっぱ塗装が若干やっぱりこう少し焦ってる感じが若干しますね。でネックの後ろ見てください。ずっと綺麗なんですけど、ここにね箇所打痕が、傷がございます。はい、でね後ろ見てください。綺麗なんですよ。表の本当に何度も見ますけど、サウンドホールのあの傷以外は本当綺麗なんですよ。サイドも見てください。ねほら、マホガニのサイド、トップ、シダー、単板、これオール単板ですからね。はい、こちらの方も見てください。見えないか、よく。はい、でこれがケイヤエリ製のオリジナルのプリアンプで、こちらの方にバランスがついています。で中にも、これちょっと見えるかな、 見えないか。中にもボリュームついてます。で電池が2つ入ります。 9V の四角の電池が2つ。さあそしてこちらのケースなんですけども、こちら純正ではない汎用品のこちらの、まあ、いわゆるセミハードケースっていうんですかね。しっかりとした、こっちのがハードケースが軽くていいよね、持ち運び。こんな感じです。まあまあ綺麗ですよね。しっかりほら取っ手もついていて、はい、ちょっとごめんなさいね、よいしょ、ね、全体像はこんな感じです。はい、ということで
K やいりの、これ珍しいんですよね、 RFSE がつくのね、 RFSE80 です。よろしくお願いいたしますね。ということで、ここのサウンドホール周りにはそれなりの傷があるんですけども、あとはね、意外と状態いいんですね。あとここぐらいか。じゃあまずはいつものように弦高をチェックしますね。6弦の12フレット上で約ですけど、うわ、低っ。2.1 だね。もうギリギリまで下げてる。さあ、ナット幅は、これ細いね。41だよ、約。41ミリ。で、ネックはね、薄いだけど、ほんの少し三角っぽいんだよね。ほんの少し V シェープの薄いです、本当に。弾きやすいわ、これ、本当に。まず生音ね、サウンドホール、真上で。で、ブリッジより。で、キラッとしてます。じゃあ、ネックより。サウンドホール上で、綺麗な音、ブリッジより、ネックより、さあ電気通してみましょうね。で、今リバーブとか椅子に入ってないです。指で弾くとこんな感じで、このギターの特徴が、まあ、こっち側のボリュームもあるんですけど、ここがバランスなんだよね、バランス。ちょっとカメさん、ここアップできるかな。まあいいや、これね。これで、こっちの音で、ほら、結構違うんだよね。これバランスこう。で、ここにもボリュームあるんで、いろいろ探ってみて、自分のお好みのサウンド、まあ、イコライザーもついていますし、これいろいろやるといいね。これ今真ん中にバランスを。結構違うよね。じゃあ、そうは言っても僕の好きなリバーブをかけてみます。リバーブかけるとこんな感じです。そして僕の大好きなコーラスをかけるとこんな感じ。あ、素敵だなこれ。ほんと弾きやすいです、これ。リバーブとか切りますね、ほんとに。またちょっとじゃ電気消してみます、生でね。一応この価格帯でオール単板なんですよ。トップシダーでサイドバックマホガニーなんですけど、オール単板なんだよね。まあ、指板は、ロゼル。当時って定価確か8万とか10万とか、10万しなかったのかな、これ。すごいよね。これだけ凝ったシステムが搭載して、すごいよね。で、じゃあこれをじゃあいくらなのかって話ですよね。中古で。まあ、この傷もね、ちょっと気になる人は気になると思うんですけども、お値段はなんと、この K やり人気のね、エンジェルマークが人気です。お値段がなんと、59,800円です。税込み。ドッキュッパ、ね。当初もうちょっと高い予定だったんですけど、ちょっと気弱になってしまって下げました。ドッキュッパでお願いいたします。ということでですね、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。本日のギター紹介動画いかがだったでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。